はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、月末ということもありまして、はい、6月に発売されるスニーカーのうちで、はい、まあ、気になるもの、はい、はい、前半戦ということで、まあ、何日までですか？1日からですね、はい、6月の11日まで。お、はい、ターゲットとしてやってみたいと思います。本当はね、12日も入れるつもりだったんですけど、はい、それはね、また後で理由の方、そうですね。お話だと思います。なくなっちゃったんでね。ああ、そうですね。はい。で、その他なんですけども、今日はね、月末ということもありまして、はい、恒例のと言いますか。ああ、そうですね。チャンネル登録者数の発表の方もね、はい、やっていきたい。増えてるのかなみたいなね。どうですかね。はい、やっていきたいなと思います、はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ご協力お願いします。はい、はい、我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、はい、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。まあ、随時更新してますので。そうですね、はい。じゃあ、早速、カレンダーの方からね、そうですね。いきましょうかね。はい。はい、それでは、6月に入って、6月1日からなんですけども、早速ちょっとね、いいのが出てきてるなという感じなんですけども、はい、ナイキですね。そうです。はい、ナイキ SB ダンクローのクラシックグリーンですね。そうですね。はい、はい、これ以前からね。まあ、スケートボードショップの方で、はい、この SB ダンクの取り扱いのあるところの抽選情報っていうのは結構やらせてもらってるんですけど、そうですね。はい、その中、まあ、6月1日に発売ということで、これスニーカーズに来ているので、はい、まあ、僕ら明日ね、これスニーカーズでオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、はい、はい、まあ、以前にお話してるんですけど、まあ、ジョーダンブランドのゆかりのあるね、カラーが落とし込まれているナイキ SB ダンクが昨今発売されてるっていう話してるんですけど、はい、まあ、最近で言うとシカゴであったりとか、うん、この間で言うとコードパークのカラー落とし込んでいるナイキ SB ダンクが発売されてるんですけど、はい、まあ、その中ボストンセルティックスのカラーを彷彿させるようなナイキ SB ダンクローで発売があるんじゃないかっていう情報以前リークやってるんですけど、はい、まあ、とうとう明日発売ということですよね、うん、はい、スニーカーズで買いたいですけどね。そうですね、はい、スニーカーズで、まあ、前にも言ってるんですけど、うん、ナイキ SB ダンク買えたことないの で、 そうなんです、ね、明日はねちょっとゴッテムして、まあ、6月のね初日をちょっとね、まあ、何ですかね、気持ちでね、はい、飾りたいなっていうような気がするんですけど、そうですね、はい、はい、まあ、僕ら明日ね、挑戦するので、まだそのあたりも、他の方でお伝えしていきたいなと思いますね。はい。はい、続いてなんですけども、6月の3日なんですけども、はい、そうですね、エアジョーダン1ハイ OG のコートパープル、ね。そうですね。以前からお話してるんですけど、はい、OG に見られる、エアジョーダンハイ OG の、メタリックパープルを彷彿させるような、エアジョーダンハイ OG が発売するんじゃないかって、もうこれ結構前からやってるんですけど、そうですよね。半年以上前からやってたと思うんですけど、はい、で、まあ、その、OG との違いっていうのは、今回のこのコートパープルって言われてるのは、ウィミズであるんですけど、そうなんですよ。履き口の部分がレザーじゃなくて、まあ、サテンになっているということで、うん、まあ、履きやすいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、滑りがいいと言いますかね。はい。で、こちらの方が6月の3日にスニーカーズで発売が来てるんですけど、はい、ウィメンズがね、27センチまでしかないので、まあ、オンラインチャレンジは今回できないかなっていう感じですかね。そうですね。はい。で、アトモスさんの方で一応29センチまであるので、あ、そうなんですね。はい。で、申し込みの方がもう来てたんで、一応僕が行けるサイズ申し込んではいるんですけど、はい。はい、こちらに関してはね、6月3日に、まあ、オンラインチャレンジはちょっとできないかなっていう感じですかね。これ、ね、はい、カラーリングいいんですけどね、メンズで出て欲しかったですけどね、ボディのカラー落とし込んでるような特別な、ね、はい、まあ、箱も付いてるんですけど、はいはい、続いて6月4日なんですけども、ナイキダンクハイのクリムゾンティント、ね、はい、これもウィメンズなんですよね、はいはい、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、ホワイトとピンクじゃないですけど、はいはい、薄いピンクと、まあ、セイロのカラーで作られてる、まあ、カラーウェイになりまして、こちらウィメンズになるんですけど、はい、最近の、まあ、これメンズになるんですけど、ナイキダンクでやったりローで見られるインソールのナイキって書いてる部分がオレンジのカラーのものが最近多いんですけど、これは、まあ、いわゆるホワイトですかね、あ、そうですね、はい、はい、表記になってるんですけど、で続いて6月5日なんですけども、これも大本命かもしれない、そうですね、はい、はい、フラグメントとナイキダンクハイのコラボなんですけども、北京ですね、そうですね、まあ、こちらもね、スニーカーズの方で9時から、まあ、抽選が来てるの で、 来てるんです、ね、僕らも同じチャレンジしようかなと思ってるんですけど、これ軽く説明しますと、はい、まあ、2010年に発売されたシティパックといわれるフラグメントと、ナイキダンクハイのコラボで3つ発売されたうちの、はい、ニューヨーク、ロンドン、北京の、まあ、北京のカラーの復刻なんですけど、うん、前回発売されたものと違って、カラーブロッキングが、まあ、固定されてるじゃないですけど、うん、以前発売されたものは左右の、まあ、カラーがね、ちょっと変わってるんですけど、はい、今回は、まあ、統一されてるモデルで発売してるんですよね。はい。うん、はい、で、まあ、サイドソールの部分に、まあ、スタイルコードの、まあ、なんですかね、テキストが展示されてたりあったりとか、はい、まあ、違いがあるんですけど、今回発売が来てまして、うん、まあ、僕はぜひとも欲しい速ですよね。そうですね。はい。で、こちらなんですけど、なんか教えてもらったんですよね。インスタグラム の、はい、DM の方でね、抽選情報を教えていただきました、はい。A&S ですよね。はい、そうですね。はい、今日のね、18時までだったんですけど、はい、ギリギリ申し込みました。僕もね、申し込みました。ましたね。はい。はい、僕、その、教えてもらわなかったら知らなかったんで。僕もね、気がついてなかった。多分ね、A&S から見開けたかもしれないんですけど、はい、いちいちチェックしてなかったと思うので、はい、昼間に。はい。まあ、メッセージいただきまして、ありがとうございました。
書いたらいいんですけどね。そうですね。そうですね。はい、その他のね、氷の情報っていうのはまだちょっと出てきてないんですけど、はい、もし今後ね、まあ、5日までまあ、あと4、5日あるので、そうですね。はい、何かまだ情報出てこれば。まだあの動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。で、続いてなんですけども、はい、あの、ナイキダンクローのアンスラサイトですね。そうですね。これも引き続きね、6月の5日になるんですけど、はい。はい。スニーカーズの方でこういった形で、6月5日に発売が来てまして、はい。まあ、僕、この日ね、アンスラサイトの方を先にね、うん、まあ、順番待ちと言いますか、はい。受け付けた後に、うん、まあ、おそらく10分間の、フラグメントナイキダンクハイの抽選の受付があると思うので、はい。まあ、その時にやろうかなっていうふうに思ってるんですけど、はい。まあ、この2足ちょっと、まあ、6月5日はちょっとオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、はい。まあ、このアンサーサイトっていうのは以前にも話してるんですけど、以前に発売されたナイキダンクローのアニマルパックの、まあ、スニーカーズのチータっていう名前が付いてたんですけど、うん、そちらが発売される情報が出てきた時に、リーク情報で以前からブラックのダイブもあるっていう話してたんですけど、うん、これがね、今回それに当たるんですけどね。はい。シャギースエーダの、まあ、前回のチータとほぼ、まあ、メイクは一緒なんですけど、まあ、カラーが違ってるだけで、まあ、僕らブラックスタイルが多いので、この、アンスラサイトに関しては、まぁ、あ、ちょっと欲しいなっていう感じですよね。そうですね。はい。まぁ、あ、この日ね、フラグメントナイキダンクハイとアンスラサイトのナイキダンクローを変えたら、かなりバンバン剤じゃないですか。いや、もうかなりですよ。ですよね。はい。フラグメントナイキダンクハイが一番欲しいですけど。そうなんですよね。はい。まぁ、あ、これも同じでしようと思ってますので。うん。はい。5日暑いですね。暑いですね。はい。そんな引き続きまだ5日なんですけど、はい、これはね、アメリカのスニーカーズの方に来てる情報であって、日本のスニーカーズの方にはまだ情報が出てきてないんですけど、はい、以前しているエアジョーダン6のエレクトニックグリーンね、はい、こちらの発売情報が来てるんですけど、そうなんです、ね、日本の方はね、まだ来てないんですよね。これがね、まあ、そのまま6月5日で来るのか、はい、それともまた別の日で来るのか、ね、ちょっとわかんない。ちょっとわかんないんですよね。はい、あで、まあ、以前話してるんですけど、このエアジョーダン6のエレクトグリーンっていうのは、以前 PE でやられた、はい、まあ、ダックのカラーにすごく似てるカラーで、うん、まあ、ちょっとシューダル部分が出ない、全然違うんですけど、うん、まあ、ほぼまあ、ブラックとこの蛍光グリーンのようなカラーを使われてる感じっていうのは、まあ、ほぼ一緒かなっていう感じなんですけど、うん、まあ、そんなエアジョーダン6の方が、6月の5日に、これアメリカのスニーカーズで着てるので、まあ、日本のスニーカーズはどうなろうかなっていう感じなんですけど、そう、まだ今後まだこれ情報が分かると、はい、はい、こちらご紹介したいと思うんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども6月の10日なんですけども、はい、ナイキダンクローのサンセットパルスですね、はい、このサンセットパルスなんですけど、はい、これウィメンズなんですよね。そうなんですか、はい、でこれね一応日本のスニーカーズにこれまだ着てるわけじゃなくて、はい、アメリカのスニーカーズに6月の10日で着てるので、あ、なるほど、はい、これに関してはね、まだ日本での発売っていうのはちょっと分かんないんですけど、で以前にも話してるんですけど、ちょっと見てもらいたいんですけど、このまあシュータンの部分であったりとか、はい、かかとの部分のデザインのカラーっていうのが、まあ、左右非対称になってたりとかして、はい、まあ、使われているものもメタリックレザーであったりとか、マットなレザーをこう組み合わせてるような、まあ、カラフルな一足なんですけど、はい、はい、これに関してはウィメンズなんで、まあ、日本での発売の情報ではまだ来てないんですけど、これはまだ分かればっていう感じですかね。そうですね、はい、はい、はい、続いてなんですけども、はい、6月の11日になるんですけども、ナイキダンクハイのゲームロイヤルですね。そうですね、こちらの方はですね、はい、アトモスさんの方に発売の情報が来てまして、はい、はい、こんな形でローンチカレンダーに来てるんですよね。はい、で以前ね、アトモスさんのインスタグラムに紹介されてたので、まあ、6月11日の発売間違いないんですけど、日本のスニーカーズの方で6月11日の発売日はまだ来てないので、そうですね、おそらくまあ6月11日はだいぶね10日ほどあるので、今後情報は更新されると思うんですけど、はい、ぜひとも欲しいからですね。これも気になりますね。これね、はい、通称で一応ケンタッキーって言ってるらっしゃる方いるんですけど、はい、海外のスニーカー系サイトを見ますと、ブルーがね、ケンタッキーほど、なんていうんですかね、色が落ち着いたカラーじゃなくて、ややもう少し明るめの感じになってるので、一応ゲームロイヤルっていう、まあ、名前といいますか、ケンタッキーっていう呼び方があんまりされてないんですけど、ね。あ、そうなんですか、ね。はい。まあ、こちらの方が、まあ、以前にお話してるんですけど、ダンクロード、ダンクハイやダンクローで見られる、まあ、インソールがないようなオレンジになっているデザインになっているんですけど、うん、まあ、こちらの方がね、まあ、ちょっと欲しいですよね、これもね。欲しいですね。はい。はい、まあ、気持ち的には2番手、3番手ぐらいにちょっと欲しいですかね。そうですね。はい。はい、いずれにしてもね、ちょっとダンク多いですよね。そうなんですよね。はい、でね、ちょっと付け加えなんですけど、もともとね、昨日、これ一応メモと言いますか、はい、このカレンダーのことをちょっと作成してたんですけど、うん、6月12日付でアメリカのスニーカーズの方に、このライトフュージョンレッドが来てたんですよね、エアジョーダン IOG の、はい。で、おそらく日本の発売も、6月12日になるんじゃないかなと思ってまして、はい、入れてたんですけど、はい、先ほどアドモスさんのローンチカレンダー見ると、はい、これがね、日本での発売だと6月19日っぽいんですよね。19日になる。6月19日でやってたんで、もしかして変更もあるかもしれないんですけど、はい、今日付けの段階では一応6月19日って書いてたんで、はい、今回ね、これも外しましたね。
これはあの後半戦の方で、ね、そうですね、本当はねこれ入れてたんですけど、はい、一応トモスさんのローンチカレンダーに6月19日に来てたんで、はい、これはちょっと今回除外させてもらいましたね。まあ、これもね、あの、はい、気になる一足ですよね。そうですね。はい。なんで、まあ、後半戦にこちらちょっと入れてもらさせてもらおうかなと思ってるんですけど、はい。はい。で、まあ、前半戦の、まあ、ちょっとまとめてと言いますか、はい、お話できてない話をしますと、酒井とね、フレザーローのコラボが、一応6月の上旬あたりぐらいに発売されるんじゃないかっていうね、リークが出てきてるので、あ、そうなんですか。これね、まあ、その、できない日にちが分かってるわけじゃないので、はい。まだこれはまだ動画でね、今後までやりたいなと思うんですけど、はい。はい。で、その他後半の話なんですけど、うん、まあ、ユニオンエアジョーダンホールであったりとか、はい、アンディフィーテッドのナイキダンクであったりとか、うん、エアフォースも発売されるんですけど、うん、まあ、僕らが気になる速度はやっぱりこれですかね。あ、エアジョーダン1ローの、はい、ニュートラルグレード。そうですね。はい、まあ、OG のタイプで復刻するんですけど、はい、これやっぱ気になりますよね。そうですね。まあ、これはね、またちょっと発売の方がだいぶ先なんで、うん、はい、まだ詳細が分かったら、こちらの動画でまたやりたいのと、また後半戦のね、気になるスニーカーの方でまたお話したいので、そうです、ね。はい。僕らの本命はね、決まってますよね。そうですね。はい。はい、6月5日のフラグメントナイキダンクハイの、まあ、このコラボといいますか。まあ、北京ですよね、はい。はい。それが欲しいなっていう感じなんですけど。はい。はい、まあ、皆さんね、この、今回紹介したスニーカーの中で気になる一足あれば、またコメント欄に、ね、あ、そうですね。はい。書いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。でですね、はい、恒例の。恒例の、まあ、月末と。はい、そういうこともありまして、はい、チャンネル登録者数の発表なんですけども、はい、まあ、その前に、はい、4月の末段階では何人だったのかなというところなんですけども、ね、これですね、はい、4月の末段階では 22,134 人ということでしたね。はい。で、その後、ですよね、はい、どうなっちょっとね、今回ね、なんかちょっと嵐のようなことがありまして。はい、そうなんですよね。一昨日ぐらいですかね。そうですね。土曜日ぐらいですね、急にね。そうなんですよ。はい、チャンネル登録者数が50人ぐらい一気に減ると。そうなんですよ。事故がね。それ見てちょっとね、言いたいなったんですよ。なんかたまに、あるんですよ。さんの方の、はい、なんて言ったらいいんですかね。僕らはね、通称掃除って言ってるんですけど。なんかね、アカウントがね、大量に削除されるのか分かんないですけど、急にチャンネル登録者数が減ったりするんですよ、ね、ことがあるんですよね。まあ、後日戻ってたりとか、あ、そうなんですよ。あるんですけど。3日4日ぐらいすると、実はもっと戻ってることが、たまにあるんです、ね、まあ、たまにあるんですけど。まあまあ、ちょっとね、急に減ったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、ね。そうですね。はい。はい、まあ、エアディオール履くのがまだちょっと遠くなっていう感じなんですけど。ね、じゃあ、今月の、はい、チャンネル登録者発表しましょうか。はい、はい。じゃあ、ドラムロームを鳴らしますね。はい。ダラダラダラと。はい。今鳴ってますね。まだ鳴ってますか、はい、はい。いやー、まだ鳴ってますね。まだ鳴ってるんですね。はい。はい、現在のチャンネル登録者数は 22,831 人ですね。はい。はい、1ヶ月で700人ぐらい増えたんですかね。そうですね。はい。まあ、なかなかね、ちょっと思うようにペースアップできてないんですけども、はい、まあ、今後もちょっと頑張って、そうですね、動画をね、投稿をしていきながら、はい、まだね、6月はちょっと生放送とかしたいなと思ってますので、そうですね、まあ、3万人目指して頑張っていきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご用意お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノリスでした。さよなら。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.